井上美優のマジカルミューボンバーです。イエーイ、パチ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 。はい、番組始まりました。まずはこちらのこれだよ、はい、これで書き込んでください。あとニコ生でも声をかけてください。言いたいこといっぱいあるので、とりあえず、提供クレジットを出します。はいはいはい、こんにちは。改めまして、井上美優ボンです。声優さんみたいな声だなってよく言われます。そして今日は悲しいお知らせじゃないですが、見ればわかりますが、どんどん閲覧者が減っています。悲しいお知らせです。トゥーミューボンみたいな悲しい、いや悲しいことはもっとあります。私のこの髪型が不評です。この髪型は、サエ子とか北川景子とか佐々木希とかクミッキーとかツーちゃんとかみたいにしてくれ、これにしてくれと言って、この髪型にして、このこれです、このこうやってシュ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 ってこうエアリー感を出すとボサボサになって、あのユウさんが手入れをしなかったみたいになってしまう。とても悲しいですが、どうしてこんな髪型になってしまったんだろうと言ったら、金払ってないからでしょと言われてしまいましたが、ミューボン誰にも言ってないのにどうしてバレちゃったんでしょう。まあここまで来たからには言おうじゃないですか。お金払ってないよ。なんでバレたのかというと、多分ミクシーでカットモデルのコミュニティに入りまくってるからバレてしまった。バレちゃいましたね。そうなんです、カットモデルで、あの新人さんがですね、練習するのをやってもらいましてですね、切ってでパーマにするか染めるのにするかどちらかを選ばなくてはいけないんですけれども、選べないとかやっていたら、なんか偉い先生が来て、じゃあどっちもやりましょうということで、どっちもやっていただきました。結果5時間ですよ。大変でしたね。こんなもんですかね。で、この前髪がですね、あまりにも不評なので、次回お会いするときにはキャリーパミュピャムパミュパミュのような前髪になってると。え、キャリーパミュパミュのような、言えてないって。いや、よく声優みたいだなと言われて。ちょっといろいろ悲しいお知らせがあったところで、ちょっと楽しいお知らせ、お土産いっぱいもらっちゃったよこれね。ありがとうございます。今日はですね、どんどんメンツが減ってるにもかかわらず、名古屋からいつものはるかちゃんが来てくださって、みんなの分もお土産、ありがとうございます。ウイローとウイローがあるんだそうですよ、名古屋には。ウイローとウイロー、これは何だろう。ひつまぶし。すごいね、嬉しいですね。やった、後でみんなで食べようね。晴れてよかったね。よかったですね。何その AD みたいに今のタイミングを見て用意してたカンペを今。晴れてよかったね。そうですね、昨日だったら直撃でしたね。昨日なんかずぶ濡れになって帰りました。皆さんずぶ濡れだよね。私は昨日何もなかったので良かったんですが、明日どうなるんだろうなと思って。前回はね、総選挙で大変だったし、さらに総選挙やってる間に謎のゲストがやってきて番組でも何が起こったかをここの方たちは言ってほしくないみたいなので、後でこっそり教えます。番組では言えません。こちらの方たちのメンツもあるので。ですよね、大丈夫ですね。後でこっそり。声もなく笑って
いやいやいや、そんなわけでですね、ああそうだ、なんかこう T シャツをともちんにしようかな思ったんですけど、おでこ出すのが異常に似合わない、ダメですかね、たまちんじゃなくてともちんやめた方がいい、おでこ出すのダメ。でも私あのほら去年はあのしょこたんに似てるって言われたんですよ。で今年の初めにちょっとともちん、あ今年じゃないか、去年の初めの時にしょこたんで、後半こうともちんって言われて、それで今年はキャリーパミパミって言われて、ともちんダメ、似合わない、いや あなたの好き嫌いはあの T シャツをですね、これサンプルで、まあ、いただいたわけじゃないですけど、なんか今度スタッフをしていただく、あこちら、はーい T シャツ見えないね、ピヨヨン、こんな感じでこれ、作っていただいちゃいました。でなんかロットが1個しか作らないから5000円、すごいね1枚5000円かかっちゃったみたいなんで、でもこれ追加注文しても、ね、安くならない、なぜあ、そうか、じゃあもうこのロットこれっきりで終わりなの、もったいお金持ちですね、お金持ちですね、ういうい猫と入っちゃった猫さん、ちょっと、あ、これコミケだった、これコミケで、猫さんとは M3 に一緒に出ようかと思ってるので、よろしくお願いします、遊びに来てください。 M3 受かるんでしょうか、あれ私どこまで行ったんだ、これだ、じゃあまったりと、あんまりねあの行き急いでもしょうがないので、ゆっくり行こうと思います。行きますよ、お便りボーン、ユニット側は開始、ん、さっき来た2頭追うものは可愛いのに、え、何2頭追うものは何トモって今ダメってことかな、パニュパニュ、乗客は逃さないのね、え、何の乗客だろう、え、何の感じだろう、ゴールドーゾー、モグ、あ、モグアイさんこんにちは、今日は暑かった、そうだね、ニューボンが一番可愛い、玉田のチンダのイラシ、何玉田のチンダのイラシ、何のコメントだろうこれ、分かんないよ私が言ったんですか、あ、ともちんって言おうとして言い間違えたっていう、なんでそれ間違ったとこ拾うんですか、 もっと美味しいところ拾ってください、美味しいですかね、ニコ生死んでる、あ、死んじゃってますか、ニコ生、いや復活してる、そうです、どんどんこのリスナーさんも減ってるですねで会場の方も減っていますね、これはきっとあの正確に問題があるのかな、いやいや待て、はいはい、やめないで、やめないで。やめない。生きろ、生きる、生きません。僕はここで生きてます、生きてます。なんだろうみんな、ごめんなさい。なんかニコ生で、あの生きてます、生きてます、生きる。僕はここで生きてます、生きてません、生きる、生きる、やめちゃえとかなんかすごい。誰が書いてるかこのね、結構匿名だから怖いな。怖いけど本人ここにいるんであんまりきついこと言わないでください、あのそういう風にできてないんだよね、そもそもあのほらタレント的才能がないので、もう結構あの魂削って、あのこんな魂削ってね、こんな感じでほらほら見てください、ほらこんなね、こんな感じでしてるので、あんまりいじめないでください、お便り読みます、サバネコさんから、ミューボンこんばんは、番組見ている皆さんこんばんは、ありがとうございます、ミューボン髪の毛切ったのですね、ブログの写真だとフランス人形みたいです、またそれにしても微笑んだ顔がいつもながらいいです、はい、じゃあカメラに向かって微笑んでみましょう、ニコ、
なんだっけ、てバカなんだっけ、こうやるやる人いますよね。まあいいやだって当て気が増えるから何も言わないでおこうさて、梅雨が続く一方でもうすぐ夏のイベントがありますよね。私の仕事の出張がぶち当たらなければよるんですが、仕事の調整のためにもしもイベント関係で分かっている決まってることがあったら教えてください。あ、7月22日にカードゲーム大会をやるんですよ。7月22日です。来てください。ミューボンとカードゲームをします。あの、で、あの、多分料金設定的になんか、なんだ、満喫みたいな感じにする、サロン的にするので、なんかあの時間ごとのあれとかなのでってやるっぽいです。これごめんなさい裏番組、裏イベント楽しんでいらしてくださいはい、で番組最後の告知コーナーはいつもドタバタ状態だったりするんで、こっちのお便りコーナーで聞いてみましたとさ、ありがとうございます。あと新曲関係なのも今ここで聞いちゃえってことで、うん、あの新曲関係は後で流させていただきます。ちなみに私が初めて参加したイベントは2年前の夏のあやいさんとこのバースデーコンサートです。2年前何をやりましたかね。ありがとうございます。バースデーコンサートやってない、僕は知らない、にわかだから知る。あれはたまたま出演したのですか、それとも例年出ているですか。たまたまだと思います。でもあやいさんのお客さんすごい皆さんいい方なので、うん、あやいさんのだったら出ますよみたいな。あ、でもあれですよ、猫たんさんとか、あのミニオカさんとかの、あと高城さんとかのイベントもすごくいいと思います。だからはい、は出ます。あの、うん、辛いイベントは辛いはっきり言えないマキで。というわけで今回のお便りは教えてくんモードでしたが、この秋葉 TV を含めていろいろと楽しみにしています。サバネコさん来てください、結構困ってますはい、続いてはるかさんから、ありがとうございます。来てます来てます、名古屋から来てます。あ、大したことにはならへんかったけど、昨日の仕事中に額に傷作っちゃいました。どう作ったの。あ、本当だ、すごい距離感がおかしくなってて、あ、年を取ると距離感が分かるあの老人とか、あのいつものいつもの調子で足が上がると思ったら上がってなくてつまずくとかが多いんですよね。ねえプラスチックコンテナに自分から一旦やけどでしょ。胸、脳が揺れたんかめっちゃ気分悪かったです。じゃあ最近ミーボンがやらかしたドジ話ってありました。乱視な物おじ、乱視の方も距離感わからない、あ、それありますよね。聞いてくださいよ、あのこないだね、こないだ電車でカバン挟まれたの隣の人がで、みんなで、いや無理だったんですよ。で、あ、大丈夫です大丈夫ですって言って、そのまま行ったら次も止まらない、次も開かないの、次も開かないの、次も開かないの、いい加減この扉どこに行ったら開くんですかねって言ったら、そこからさらに相当郊外に出ちゃって、そこまで開かないということで、それでこれはどうしようってことで、なんか他の全然関係ないお客さんたちもちょっと団結して、私次で降りるので駅員さん探しますとかで言うのが何人か来てくれて、それで次の駅で、あの駅に止まった瞬間、駅員さんがドヤドヤドヤって来て、こっちこうですか、ちょっと待ってくださいってバッてやって、なんかこうあって開いて、それでっていうんで、みんなでこうなったというね。
はい、あのやっぱ電車の中だともう見ず知らずの人みんなでぎゅうぎゅう詰めて乗ってるからあまりこうシンパシーというのは湧かないんですけど、やっぱりなんかね、あの事件や事故が起きるとですね、こうなんか団結しちゃうね、捨てたもんじゃないよね、都会の生活がね、なんちって思った出来事でありました。ミミポがやらかした同時ではありませんでした。はい、ということで、なんかさっきからずっとまたねって、あ、ヤキーさんありがとうございます。え、ミミポこんばんは。一つ割とどうでもいいかもしれない報告があります。スルーしていただいてもいいです。前回の放送でいいソングのつながりの公式ページに記載がないもので報告させていただいたと思います。で、今週末に更新しますと、猫たんはのたま、猫たん軽症略だな、猫たんはのたまっていたと記憶していますが、現在つながりの情報はやっぱりどこにもないよっていうか、更新されてどういうつもりですか。なんか意図的なものですよね、そこまで来ると。で、何何がですか。あ、猫、あ、なんだっけ、いい四個ちゃんがいなくなる、難しいですよね。 OK OK、 あ、お金の問題難しいですね。これやっぱあのビジネス的に言うと、四個たんがなくなることが最初から分かっていたら曲はできなかったと思うんですよね。はい、続いてのお便りです。おとさんからいただきました、ありがとうございます。ミューボン、あ、普通、あ、ミューボンとケイちゃんのデュエットアルバムはまだですか。一人と一匹の掛け合いがたまりません。ミューボンの鳥のくせにもう最高ですって、すごく懐かしいですね。聞いてくださってありがとうございます。もしかするとあの久しぶりに聞いてみたか、もしくは新たに手に入れてくださったのでしょうか。ありがとうございます。その昔ミンクモンクという、はい、あのユニットを作りまして、プレイシングルを出したんですね。アルバムをね、後で作ろうねって言って、そのプレイシングルがあまりに売れなかったので、それで終わってしまう。なんかみんなミューボンのことを主戦度だと思ってるかもしれませんが、今マジいろんなユニットがありましたね。大きなお世話ですね。いろんなユニットがあってもなぜ続かないかっていうと、やっぱり売れないと続けられないんですよね。だからあのお金に執着のない方はぜひ寄付してください。お金じゃ幸せは買えないよねと言って、お金が余ってる方、ミオンの CD の資金の寄付をしてください。ちょっと厳しいですね。でもユニットはあれですよね、あんまり売れすぎるとまたね、お金の問題で解散になるのでね。提供ウイユー猫とありがとうございます、よろしくお願いします。でも大丈夫ですか、猫太郎さん。猫太郎さん結構いい加減ですよね。猫太郎さんちょっとお取引先的に割と心もとないところがあり、でもこう情熱を感じる、パッションとかパトスとかもうすごく感じるので、お答えしたいなと思うんですけれども、難しい、しくないですかね。やっぱりあの皆さん大人になってからはやる気だけじゃね、世間に通じる。厳しいですね。はい、続いてのお便りです。リュウガさんありがとうございます。でもよかったね、メールも来てね。これでメールも来なかったらさ、見てる人いるのかな、あんまりいない見てる人。あ、ちょっとコメントが来てますね。ローラテレとか、ごめんなさい。サバサバ猫さんこんにちは。フランス人形やめちゃえ、やめちゃ、ラメラメラメってなんか遊戯王ポケモンカードとは懐かしい。ポケモンカードとは言ってないんです。カード出す渋いな。なんか皆さんカードゲーム好きっぽいですね。なんかあのこれからの時代はね、あの一人で画面に向かってやるゲーム、もうそのねオンラインで他の方とつながるってのもいいんだけども、やっぱ家族みんなでつながろうとか、なんかそういうバカラ賭博、賭博はちょっと難しいかな、多分かけたらあかんねやと思う
いますよ。なえとちょっと待ってくださいね。そうなんですよ、カードゲームやろうかなってことになって、カードゲームの大会をやろうかな。7月22日遊びに来てくださいね。今から送っても間に合うものだろうか。仲たがいでやめたもんだとばっかり。あのミンクモグですか。仲たがいじゃなくて、要は資金が回収できなかったのでスポンサーが降りちゃったんです。あと課長羅針盤は言わない方がいい、巻いた方がいい。でも私ってほら正直者じゃないですか。嘘がつけない。観客の皆さんからも巻きが入ってます。でもこういうのってほらオブラートに包まずにさ、ちゃんと真実を言わない方がいい。仲たがいでね、やめてはないですね。全部ニュートロンも同じようなもんですかね。私ユニットいっぱい組んでるけど解散したことはないんですよ。だってね、もう次もうこれ以上喋るなと。だって仲たがいは休止休止。多分私次私の方が嫌うことは、私が嫌われてるのがそれかって。仲たがい、スタッフはミューモンと違って有能だから大丈夫だよって、どのスタッフのこと言ってるんですか。あ、この方は大丈夫かもしれない。はいはい、なんかみんなで指を指してる。容赦ないな、猫ちゃんさん涙拭けよ。ね、すいません、猫ちゃんと違っての方が良かったなって。どういうこと、かわいい、一瞬似ていると思ってしまった。何が似ているんだろう。え、リエリエわかんないです、ごめんなさい私には。限定じゃんけん、いいカードをぶっちゃけすぎ言われた。そうなんです、ごめんなさい、私ほんと正直者だから、もう喋るなと言われて、よく言われています。だから多分接客向いてないと思うんですね。あとでも今の時代ってブルーカラーの仕事が全部こう海外にね、アウトソーシングされちゃって、今就職なら就職なんて言って早くしろって、ホワイトカラー大卒の向けの仕事というのは実はいっぱい、早くしろと。言うの、さすがは爆弾ボムする子、全部自然消滅か、自然消滅じゃないんだって。消滅してない、消滅してないんですけども、じゃあお姉ちゃんスポンサーなってください。そしたら私はすぐケイちゃんに連絡を取って、やったよって言って、次が作れるよって言って、ちゃんと連絡をします。遊びじゃないんだよ。つい本当のことを言ってしまった。ミューボン俺だ、わかんない、誰かわかんない。結婚してくれ、結婚してくれ。結婚ってなんだよ、結婚じゃなくて結婚、結婚、結婚してくれ。貯金はない、貯金しよう。オーケー、ドン、遊びじゃないのよ、涙はうふって。わかんない、やめましょう。はい、リュウガさんからいただきました。そろそろ、そうだね、そろそろ次行かないかね。うん、あ、ミューボンこんばんは。6月はジューンブライドが有名ですね。割とタリキ本願系の、元祖タリキ本願ですね。ミューボンですが、結婚後の家事全般は全て男性にやってもらいたいのでしょうか。そこのところぶっちゃけてくださいませ。当たり前じゃない。え、だってじゃないですか、家帰ったら夕飯ができてたら嬉しくないですか。何、みんなシーンとしちゃって。な、え、な、うん、そうですか。あ、朝、え、奥さんに顔つく、彼女に顔作ってこい、ここは僕に任せろってお料理作るの、お弁当作って、素晴らしいですね。なんかそれがいいんじゃないですか。いいじゃないですか。まあまあ、男性に求めると言ったらですね、何よそのみんな真剣なの。君が
料理を作ってもあんまり才能発揮できない君が掃除洗濯をしても幸せになるのは多分僕だけだ。でも君が声を出せば多くの方が幸せになれるだろう。君は仕事を辞めるべきではないと言われるといいんじゃないかなと。ダメ、いいんじゃないかなって思いませんか。なんかすごく今日いいこと言ってない？長いこれ以上喋ると男女ともに好感度、本のコーナーが潰れるんだ。龍河さんありがとうございます。ミューゴンこんばんは。前回良かれと思って振ったネタ、アイドルっぽいセリフで壮大に滑る結果になり思わずやっちまったと焦ってしまいましたって。なんかありましたっけ、アイドルっぽいネタって。何言いました、アイドルっぽいネタって。アイドル山ちゃんちってどうなんだろう。自分で言わなきゃ名言だと思います。自分で言わなきゃいいんだ、名言だと思います。よかった、楽なのがいいに気が、楽とかそういうんじゃなくてお互いに協力をし合って気づいていくのが家庭なんじゃないのって。なんか心にもないことないな。どっかからコピーしてきた、早くしろって。受注生産したらいい、月光してくれ、月光だって。名言でしかないだろう。よかったよかった。でもアイドルっぽいセリフが思い出せませんが、私が前回盛大に滑った覚えはありません。やっちまった後あなたが反省すること何もありません。私は滑ってません。滑ったの？しかし新たな属性分野の開拓はこの世界を生き残るには必須だと思いますので、ミューゴン的に新しくやってみたい萌え属性はありますか？萌え属性はやり尽くしたんじゃないでしょうか。違う、燃えない。多分あなた私の顔見ちゃったから燃えないんじゃないですか。私だって声だけだったらもう声だけと結婚、次のコーナー。でもまだまだだってメール来てるよ。あ、龍河さんありがとうございます。ミューボンこんばんは。今回も仕事の都合につきメールでの参加です。前回の放送はタイムシフトを入れておいたニコ生で拝見しました。いろいろと応援いただいたの。あの後返事をもらい物の見事に振られました。ご期待に沿えず申し訳ありません。追伸、昇進を癒すメッセージがあればお願いします。ちょっと何、早くいいから早く。長距離恋愛で玉砕してしまったのですね。そんな時はですね、いい男になって自分を振ったことを後悔させてやりましょうよ。はい、な感じですかね。もうその辺でやめておけ。あ、じゃあもうあとはうゆい猫たんしかないので。こういう感じで猫たんは後でまあいいや。ということで続いてのコーナーです。ゲッチュボーン。ゲッチュしました。ですね、番組じゃなくて局のスポンサーさんのですね、サンスター文具さんからいっぱいいただいたよ。ラッキーラッキー、嬉しい嬉しい。でもあげないよ。欲しいですか？かわいい、欲しいんです。欲しいですか？いや、サンスター文具さん、いや、サンスター文具ほら、ほらね、はい、おしまい。ガハクボンボーン。今日はガハクネタがないので、せっかく曲も用意してましたがなし。ありがとうございます。スリップさん、あ、はじめまして、こんにちは。スリップさん初めてですよね。あ、はい、ミューボン様、スタッフの皆様、あ、なんか声のトーンが変わっちゃいましたね。こんばんは、はじめまして、はじめまして、嬉しい。人生初のこういった番組へのメールを出します。あ、ありがとうございます。正直ネタが浮かばないですが、読んでいただけたら嬉しいです。なんて虫のいや、いや、いけにえだ。なんで、これからも応援しています。頑張ってください。ネタがない
のに読んじゃいましたよすごい、なんか嬉しい。スリップさんありがとうございます。ついつい読んでしまいましたが、ネタがありませんでしたが、やっと初めての方なので、そろそろなんか聞いてくださいよ。なんかもうみんなミューミューに飽きてきたみたいでどんどんいなくなって、なんか入門的になんか嫌われて終わってるような気がするんですけど、スリップさんありがとうございます。またよろしくお願いします。よかった。楽しいですか？多分ね、あの顔見ない方が燃えると思う本当なんですよ。私 顔出したら残念だったって言われるんです可愛くなった日本語って難しいね。はい、ね、ということで続いてはこちら。でも時間がないよね。ミリアンボーン。あれ、ミリアンの手紙、あ、これだ。ミリアンって言ったらこれだ、ロリータプラネット。このこれが、これってまだ流してないでしたっけ、番組で。あ、流しましたっけ。あ、これを作ってる広手殿下なんですけども、そうなんだよね、危ぶまれる解散なんですけど、まだ始まったばっかなんでまだ1曲しか出してないんで。でもその1曲もあの猫たんさんが発表する気がないみたいでどういうつもりだったんだよモテ遊びやがって散々ひどいんじゃないのね。そしで私が言うでしょ、そしたら猫たん泣くなとか、猫たん頑張れとか、なんか猫たん擁護するお便りいっぱい来ちゃうから、もうこの辺で許しといてやらいやもう、みほ俺の勇者、あれ俺たち代表読んでくれてありがとうございます。 ありがとうございます。やっほ、燃える画伯がさらっと飛んだら飛んじゃいましたねなんか秋月屋さんという情報サイトさんでですね、みほぼんとひろて殿下見れたらアライアンという公開書からしてます。そしてなんとこれ見てくださいよ、このようにですね、あのリキさんにロゴも作っていただいて、そして今先ほど問題になった曲はつながりなんですけども、これはこちら秋葉キアで公開中なんですが、これはあの E4 というねイベントで猫たんさんに作って差し上げたつもりが、使いやしね、宣伝はしやしね。はい、それでは先日王子とツイッター、王子じゃない、殿下皇太子殿下、王子じゃない殿下とは良い友達になれそうです。あのすごいやっぱりいい方なので、誰とでもいいお友達になれると。あ、よかったです、ありがとうございます。で多分殿下とも、まあ、解散はしないでおこうねって言ってるので、早く負けと言ってる。これ書簡読んだ方がいいですかね、読みますか。じゃあ書簡読みます。うん、井上美優ひろてミリタルアライアン公開書簡第15回、これくらいのことは子供でも読めますわよ。昔々ボンバルディア王国という国には、ミューボン姫という自分のことが大好きなチョイナロー姫様が、そのお隣ヒロリコンザルト王国という国にはヒロテー殿下という我が道をのんびり行く皇太子が住んでおりました。これはそんな2人の王族が結ぶ一風変わった軍事同盟のお話です。そうです、王子じゃなくて殿下ってお呼びした方がいいかもしれない。うちは殿下で、で秋葉キアさんの、あの秋葉キアの代表さんは閣下とお呼びしてるんですよ。はい、閣下で、で広亭はさんは殿下、ミューボンは姫って呼ばれて、いつも3人でやり取りをしてます。この書簡がもう月曜日あの掲載なので、日曜日結構3人でうわーはーってなってます。本当です結構仲いいですけどね、仲いいと思ってるのは私だけなのかなそんなことないかな、よかった。はい、皆さん、ま、ごきげんよう。姫、素晴らしい企画を側近に作らせましたわ。その名もみんなとのつながりの力で、つながり、あ、これだ、つながり、これつながりじゃないの、これね、これね、これ
つながりをカラオケで配信できるようお力を貸してくださいですわ。簡単に説明いたしますと、ジョイサウンドではリアルタイムリクエストという、現在何やってんのよ、本のコーナーがなくなればいいなって、まあ、いや利用結局利用者のリクエストに応じて新規配信をするサービスを展開しています。今回はその、何ため息ついてんの、なんか今盛大なため息が毎月投票数上位200位をみんなの力で目指してみようと。ねえ、さっきからさ、なんでそんな私に見えないようにカンペをさ、連絡もまあいいや、手順ですが、まずはジョイサウンドのホームページから無料の歌好き会員登録をしていただきます。初めて会員登録する方はここでジョイポというポイントが20ポイントもらえます。他にもポイントがもらえる方法があるので、詳しくはホームページでチェックしてください。登録が終わりましたらログインしていただき、画面上部にあるメニューの一番左にある歌好きにポイントを合わせると、下に出てくるメニューからリアルタイムリクエストを選んでください。ここで曲名から検索でつながり、または歌手名から検索でミリタルアライアンを検索して、検索結果の一番右にある投票をクリックして、分かりやすいんじゃないですかこれね、投票してください。1票投票に1ポイントがかかるので、ここで先ほど手に入ったポイントが重要になってきます。何卒みんなの頑張りでつながりのカラオケ配信を実現させましょうって、この文面分かりやすいですが、もちろん私が書いたわけでもありません。そう、側近が書いたのをそのままコピペして持っていったということですわ。皆様とのつながりがつながりのカラオケ配信につながります。どうかご協力を。ふふ、いかがかしら。これで民衆にも各自歌っていただけるというものだわ。ってところで、カラオケって CD になってないと無理だったんでしたっけ。で、検索かけても登録されてなかったらかからないですわよね。って誰が登録するのよ。まったく課題は山積ですわ。とりあえずまた側近に相談を。いやいや、どなたか優しい方が教えてくれるやも。期待期待。ところで、あら、電話からの返信だわ。って、すいませんね、私これ書きながら、あれこれ登録されてないじゃんと思ったので、きっと誰かがやってくれるなと思ってそのまま書いたんですよ。そしたらなんか、あの閣下からの返事がすごい遅かったんですよ。すぐにこう、あの遂行して送られてくるはずの、おかしいなおかしいなと思ったら、閣下が登録してたんですねふむふむ、殿下は教育関係に大変熱心なご様子ね。金や土地、名声や健康は他人に奪われることはあろうとも、知識だけは誰にも奪われることはございませんことよ。そう、教育こそが最も大切なことですわ。やはり政治思想的には殿下とは気が合うやも。でもピチピチチャプチャプって、これくらいの言葉子供でも読めますわよ。児童の能力を見くびっていただいては困りますわ。プンプン、えい、2パターン取っておくっちょるわいですわ。って、はい、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。前回ピチピチチャプチャプなんだ、え、ピチピチチャプチャプ、ふえー、ピチピチチャプチャプだよという、言葉をですね、殿下が、送ってくれと言ったので、ミューボン姫は取って送りました。この音声はこのサイトでクリックしていただければ聞くことができます。親愛なる殿下、ご機嫌ようじょ。楽曲に対する民衆よりの反応はとても素晴らしいものでしたわ。私、月に2回ほど民の声を聞くための定例会を行っておりますの。かっこ井上美優のマジカルミーボンバー。定例会の中は実際に殿下に接見したことのある民を中心に、つながりを聞いた民たちからの称賛の声で溢れておりますわ。本当です。ところで、児童へ向けられました課題の方、確かに頂戴いたしましたわ。我が国の児童にとっては何ら問題ない難度の課題でしたわ。せっかくなので課題の方2パターンほどこなさせていただきましたので、どうぞご差し入れくださいませ。こちらクリック、こちらクリックって書いてあります。それでもお忙しいかと存じますが、殿下もどうかご自愛ください。バイミューボン姫。さてと、こんな感じでよろしいかしら。殿下はコミケという祭典を訪問されるようですが、実は私も参加する方向ですわ。これだこれだ、参加する方向ですわ。詳細をお待ちになってね。さてさて、質問と、はい、編集後期、走り出した姫様は誰にも止められないということで、初間発で走り出しましたつながりカラオケ配信プロジェクト。なんか結構みんな協力して配信プロジェクトやってくれてるんですよ。で、猫ダンスさんがこうどういうつもりなのか、ちょっと後で後で体育館の裏に来るよ秋葉キアからリクエストタイトルとしてジョイサウンドさんへ要望中でございます。無事タイトル入りした暁には告知いたしますので、ぜひ皆さんのつながりを日本のつながりに広げましょう。期待を乗せて第16回続く募集のお知らせ、姫のボイスメッセージ
案募集は絶賛継続中。で、詳しくは先日のエントリーミリタルアライアンのボイスメッセージリクエスト募集のお知らせをチェックだ。1人何通でも OK なのでどしどし募集してくださいって。これはですね、私が言ってるじゃないですか。ほら、これここで宣伝してるんですよ。殿下が、この声をお願いしますと言ったのをミユボン姫が取って書簡に添付して送るんですが、その音声を皆さん、なんかリクエストしてくださいよと言ったけど一件も来てませんなので、引き続き殿下が考えなくてはいけないので、ぜひこちらにですね応募してください。お願いします。一件もないってことはこれもうダメなんじゃないあ、向いてないのかな私ねそういう後ろ向きな発言はやめた方がいい。どうなのかな、やっぱこれ人としてキャッホー魔性だな猫たんかでも書き込みをいただいてますよね。流したしロリコンセーバー、 ありがとうございます。こいつ全く料理する気ないぞ。私全く料理する気ないぞ。いや相変わらず本人が情報を把握してなさすぎるってひどいな、ひどいよ。皇太子天がやめなさいやめなさいよあなたたち。殿下は神聖だから無縁そうだ。はあ、何この番組、ググったらめっちゃ有名人やん。なんで人いないよ時間ないからいいからって有名人じゃないかもねよく声優さんみたいな声ですねって言われますでも人がいないのはなんか多分私に問題がいいからいいから。巻きみゆちゃん見てたら手振って俺だけのために、やっほースポンサーがいないグダグダ番組だから。そうかもしれないね、多分なんかやっぱりほら、まあいいや。何この番組、台本読みながら聞いたらとてもわかり、台本読みながら聞いたらとってもわかりやすくて、ありがとうございます。見ながら聞いてくださったんですね、ありがとうございます。ユーストリーム例の視聴者なんて俺合わせて6人だけさでどうしますこれ。もういいから、怒ってる、本当怒ってる、もういい、怒ってる。どう、いや天が知ってるってのは違うんですよ、聞いてください。なんでごめんなさい、違うんです。前に温泉という番組でバンブーさんたちやって、そこの番組でそれについてあの男3人がもう盛り上がるという、私何のことやらさっぱりわからないという、勘弁してください本当にお願いします。そうそう、ありがとうございます。選ばれた勇者たち6人、ニコ生は51人、50人1人、悲しいもう時間がないじゃないかしら。ということで、あ、聞いてくださいよ。まだ、これやめた方がいい。もう次ミューボンの奇跡ボーム、これ飛ばす、いや、これはやった方がいい飛ばすのはもういいから。ミューボンの奇跡ボーン、お待たせいたしました。こちらミルキーカフェようこそを聞いていただきますが、これは実写で非常にミューボン的に恥ずかしい映像となっておりまして、もうつらい、本当につらいけど聞いてください。ミルキーカフェようこそ。萌えプリンアイドルプロジェクト、朝早く目覚めたらほら開店の準備をしましょう。今日もフリズムな日々、あなたの好きなスイーツを作らなくて待ちきれない、きっと来てくれるでしょういろんな甘い夢を見たいの、ケーキマシュマロくれ。
CD に入ってますね。モエプロにアイドルプロジェクトというのがありまして、まあそもそもはこれはですね、西俣葵先生のイラストのモエプリンというものがございましたですね。このモエプリンのこの、声を作ろうよと、あやえさんと一緒に聖華堂さんのところにご挨拶に行きまして、じゃあ相方を探すオーディションっていうのをやったらどうだろうとかっていう企画を考えまして、じゃあみゆぼんがこのリリちゃん役をやってゆきちゃん役を探しましょうというオーディションを去年行ってました。そして、グランプリの方決まりました。そしてこのような CD っていうか出しました。で今それが絵が変わって、スポンサーっていうかそのプロデューサーも変わって今アイコンという形で継続しておりまして、まあ、それの派生のイベントがこの7月22日にあるということなんですけれども、はい、なんか先ほどから皆さんのコメントを見てると結構辛辣ですね。なんだ有名なのに誰も見に来てないじゃないかとかいっぱい悲しい。続いては萌えプリン、今は亡き萌えプリンアイドルプレゼン、今は亡きというか名前が変わったというかですね、自然消滅シリーズ違うんですよでもね、世の中に人生に無駄なことはない。今日はミューボンが皆さんがメールくださってとっても嬉しかったので、本読んでもう飛びます昔もこんなメタメタなふりをしてるのにちゃんと爆弾の音を出してくださる、ありがとうございます素晴らしいですね。そうなんです、悲しいお知らせがあります。今日はすっごいプレゼントをご用意しちゃいました今までで一番エクスペンシブですよ今までで一番ヘビーですよそれではいきます。最初のグランプリいつもはお見せしてからじゃんけんをするんですが、それだと皆さんの皆さんの気合がまちまちなのさ、勇気を持って最初はグじゃんけんぽいごめんなさい私、勝ってる2人がいきますよ、じゃんけんぽいお二人でもう一回最初はグーじゃんけんぽいおお大きな拍手が上がっているようですね大きな拍手が上がっている素晴らしいじゃーん
お掃除をしたら出てきちゃいました。進学就職のお祝いに最適最適でございます。これ多分ミューボンがサイン書いちゃうと価値が落ちちゃって売れなくなっちゃうと思ってどうぞおめでとうございます。よかった、みんなに喜んでいただけて。この番組を見に来ると素晴らしいミューボンからのプレゼント、しかも前回などはミューボンが実際に着ていたパーカーを差し上げたりしたでございますよ。小学館ランダムファン、ドンキ来たら勇者いけにえ選ばれし勇者、何が始まるんですか。掃除機を超えるものがあるのかこの番組ってリスナーが目の前にいるのか、いるんですよ、いるんです、いるんです。ヘビー、何これ怖い、なんだって、何やってんだ。はい、ということで5課指紋は無事終了です。ということで続いてはこちら、本読んだ3分でやるの本当にいいんですか。あ、はい、どうしたの。はい、本読んだ分これですよ。はい、今回やばい統計学を読みます。3分だな、ダメだな、私どんどん喋っちゃうな、巻きで。これをね、この間オーディション行った時に待ち時間に読んでたら、あ、それ映画のってやつだねって言われて、え、それはやばい経済学ですよ、これやばい統計学ですよっていう感じなんですけど、やばい経済学とはまた別な作詞さんが書いてるんですけどこの本、若者はかわいそう論の嘘、ね、これととてもリンクしてて、あのデータの改ざんじゃないんですけど、例えば分母を知らせないでその数字だけ教えると今その就職率がどうのこうのって、それもあのこっちの本では私の大好きな城重幸さん の本を一応生贄じゃないや、それを参考にして、あのまあ城さんこういうことおっしゃってるけども、この数字はこう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 で、実際にこの今の就職率はふにゃふにゃふにゃっていうことを言っています。でこちらとかはあの O157 が発生した時のそのほうれん草を突き詰めてみたらば、あの発信源が分かった、だけどもその間1ヶ月以上かかって3ヶ月の間ほうれん草が売れなくなってしまうよね。でもほうれん草はだいたい1週間でみんな使わなくなっちゃうよね。ということでその次の本その発生を食い止めるためのこの統計学が実際に本当に食い止めることができたのだろうか、なんだろうか、それを考えるとやっぱりあの数字って、うん、怖いよね的な。はい、成功する男はみんな女子力を使う、これもね結構面白い本でしてね、男性の方がわからない女の子のあれですね、あのこういう褒め方をしたらはいけないんだとか、こういう叱り方をしたらいけないんだとかっていうのがいろいろ書いてあるんですけども、これちょっと勉強になりました。これは、先週来ていたダンディさんからお借りした本なんですけれども、こんな感じですこれでいいでしょうか、大丈夫。え、これの説明しないの、だって多いよオフショアについて書いてあるよ、いっぱい書いてある。なかなか難しいね。日本とスイスの銀行の出来方っていうのが違うものだから、やっぱなかなか理解されない、いろいろうんぬんかんぬん。はい、続いてのコーナーはお知らせボーン、はい、ブログ見に来てください。ツイッターミクス、ちょっとみんなのコメント読んじゃおうかな。本なら大丈夫、結婚式の時の引き出物で物干し竿をもらった俺の本が不幸だ。物干し竿か、物干し竿はちょっと無理かもしれないやめてくれだよね。でも本当みんなすごいんです、偉いんです。掃除機の方なんかもちゃんとうち持って帰って今使ってるそうなんです誰もあの夜廃棄処分してないんです、偉いんですよ、すごいよね。今日は、それは危険なフラグ、僕も見に行きたい、来てください、来てください。女子は怖いんじゃよ。そうだね、3分でもまとまるもんですね。まとまった、あ、大丈夫だった、今分かりやすかった、あとで教えてあげるよいらないかうん、あ、これ結構お知らせ しようかと思っちゃってます。これ前回も聞いていただきましたが、ちょっとこれを聞いてください。これです。
最低って皆さんダウンロード、多分ショートバージョンですよね。ダウンロードできます。ぜひ聞いてください。なんと、前回西田はじめ先生からコメントいただきましたが、今日も磯村海先生からコメントいただいちゃいました。みゆぼんこんばんは、磯村海です。ありがとうございます。この間は収録お疲れ様でした。おかげでまた一つ素敵な歌が出来上がり、僕も嬉しいです。嫁になる日は西田はじめ先生と共に頭をひねりながら完成までいろいろと苦労しましたが、爽やかで前向きで勢いのある曲に仕上がったと思います。特に勢いを表現するためにメロディーやリズムがとっても難しい曲になり、収録が少し心配になりましたが、ミーボンが驚くほど見事に歌いこなしてくれましたのでとても助かりました。素晴らしかったです。ミーボンかっこいい。そんなわけでぜひ皆さんに聴いてもらって気に入っていただけると嬉しいですといただきました。ありがとうございます。聞いてくださいよ。この曲をいただくにあたってみーぼんお仕事ですって磯村先生からご連絡いただいて、今回の曲すごく難しくなっちゃったんで、これは井上さんしかいないよねってことになりましたって言っていただけたんですよ。本当です。あ、嬉しい。ありがとうございます。拍手が上がって、皆さんいい人たちです。すごく難しかったです。でも頑張って練習できたし、なんか今石村先生的にも思ったより全然ちゃんとやってくださって助かりましたって気に入っていただいてよかったです。はい、頑張って歌いましたの でもうそろそろ PV の発表になるかと思いますので、こちらもお楽しみにです。はい、じゃあ、石村先生からいただいたこのコメントも、ミリアンの方に掲載したいなと思いますので、そちらもチェックしてください。はい、そして、二毛印刷工房、こちらも、はい、こちらもですね、本当に真っ暗になっちゃうなんでこんなところが出てくる、私のことです。ありがとう。みんなに手伝ってもらわないとここまで早く集められなかったよ。こんな感じです。みやぼが一人8役をやって、やっぱりまだまだだな。8役カメラが来ない。もし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 一番見習いだったからこれです。これぜひ見てください。社長さんもそうだったのかな。ほら、ついたよ。あ、これ私の声そりゃそうだよね、全部私の声なんですもんね。はい、それからですね、今ミューボン、あ、何の音だろう。チャックボイス、チャックボイス、これも見れます。お、こっち。はい、ミューボンのチャックボイスが、これメールが届いてるよ、お兄ちゃん。チリリリン、電話だよ。ワカメが出ちゃうぞ。ワカメと一緒に今日も一日頑張ろうとかですね。これダウンロードできますので、ぜひゲットしてください。あとはエース電源 CR 上参ります。おー、萌え大バーゲン、あ、舞ちゃん役させていただいてます。あと新曲アップを歌わせていただいてます。ぜひチェックしてください。そうそうそう、この間のオーディションの時に私これ歌ってる人だよって言ったら、うわーって隣の人が言って、で僕ちょっとそれ知ってます知ってますってなんかすごい興奮してもらって、ちょっと私 CD 持ってるんだけどって買ってくれました。ありがとうございました。はい、ツインエンジェル歌ってます。こちらもあのツインエンジェルで有名な人なのに誰も見に来てないって書いてこれ歌ってる有名な人なのに、本人には人気がありません。そろそろ、そしてコミケ2日目ですね、これレイブンさんと一緒に出ますよ。そしてですね、あ、コミケも出るし、あと M3 もね、用意してるんですけど、 M3 は猫たんさん大丈夫ですよね。連絡します。はい、ごめんなさいね。ちょっと猫たんさんはみんなから人望厚いようなんだけど、いまいち心配だね。はい、そして次の放送は7月4日です。そしてですね、7月22日にその初の試みになりますカードゲームをやっていきます。で、アイコンプさんの主催なので、ミューボンはリリちゃん役ですね。あ、はい、なわけでこんな T シャツもあるけれども、また来週見てくださいね。そしてメールも送ってください。井上美優の、あ、何、閉められそうじゃない、時間間に合いそうじゃない。メッチカルミューボンバーでした。ありがとうございました。終わった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 。